皆さんこんにちは、竹澤勝成でございます。今回は歌イストのオリジナルの曲の、変わらない歌という曲のギターの弾き方を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。絶賛今歌イストコンテストというキャンペーンといいますか、そんなこのイベントを開催中でございまして、変わらない歌もし興味があったらね、ぜひコピーしていただければ嬉しい感じでございます。ただまあそういうこのソロギターあったりとかスラム奏法あったりとかして結構難しいんですよ。だからそのスラム奏法のこの基本的な動作とか、このソロギターの基本的な動きとかアルペジオとか、だからそういったものがそのある程度できてないとかなり難しいと思うんですが、画面をこんな感じでね、分割してこのわーっとお見せしていこうかと思いますので、頑張ってチャレンジをして練習をしていただければ幸いでございます。ちょっくら難しいんですけども、時間があるときに家にこもってがっつりと練習をしてみてください。で、基本的にその一応コードのこのダイアグラム的なことはね、喋ったりとかするんですけども、基本的にもうね、あの目で見て目コピしてくださいっていうスタイルになってしまいますので、そこはご了承くださいませ。各所各所でその要所要所でそのゆっくり弾くので、何指で弾いていくかな、どの弦弾いていくかなみたいな感じでもね、めちゃめちゃこう舐めますように見て、もうひたすらこうスロー再生して、ひたすら繰り返して繰り返してみたいな感じで、参考にしていただければ幸いでございます。基本的にメコピでお願いいたします。では行きましょう。まず最初イントロのパートです。ちょっと弾いてみます。こんな感じ。こんな感じのパートです。まずコードからいきましょう。最初は A アド96弦からいきます。6弦から ×02200、よかったらメモしてみてくださいませ。6弦から ×02200 ×02200 で、その次は F シャープマイナー7のアド11、 F シャープマイナー7のアド11。6弦から 2×2200 2×2200 で、別に5弦になってもいいです。2×2200。で、その次 Bm7 6弦から×20230 ×20230。で、最後は E7 です。6弦から020130 020130。このそれらのコードを、循環コードひたすらこの繰り返していきます。右手の動作はこの親指でベースを弾くか、中指とか人差し指とか薬指とか、この3本でこのコードを弾くか、それともこのね、中指とか人差し指でこうダウンストロークをするか、あと親指でこの6弦の音をツッと鳴らすか、この辺の動作をまあ織り交ぜていくような感じです。ちょっくらゆっくりやってみましょう。こんな感じです。ワン、ツー、スリー。なんとなくそのね、それぞれこのベースとコードが分散しているのが分かりますでしょうか。で、このコードを弾いていくときに、そのトップノート、まあその A コード、なんだろうな、ミラミレミソミみたいな感じ、ララミレミソミみたいな感じ。このトップノートをね、ちょっとこの変えたりとかすることで、それっぽさが出せるかなっていう感じです。ずっと一緒くたに同じ弦を弾き続けていると、このミミミミミミって感じで、このミノトがずっとフィーチャーされてしまうので、ちょっとこのね、メロディーをつけるような感じで、そのコードの弾く部分を変えたりとかしてやると、それっぽくなるかなという感じです。で、今イントロが終わって、その次 A メロに行くんですけども、A メロは全く一緒です。ずっとこの循環コードを使って、同じように弾いていきます。で、たまにこんな感じで、このこの辺の音を入れてちょっと遊ぶみたいな感じです。窓から外、そっちだけ
ちょっとこれを入れたりとかして B メロの方に行きます。 B メロ弾いてみましょう。こんな感じのメロディーです。こんな動作なんですけれども、まず左手のコードからいってみましょう。まず Bm7th、6弦から ×24232 ×24232 でそのまま2フレットを上げて Cm7th ×46454 46454でその次1フレット上げて Dm7th ×56675 ×56675でこれをこれちょっとゴースの音入れながら、弾いていくと。でその次 Esus4、022200 022200で直中でそのちょっと気分で Esus4 から E にしたりするんですけど、こんな感じでまあ、そんなのがあったりという感じです。でそれをまたこうもう一周でこのドッバーンとこう叩くっていう感じです。これがまあその B メロのところです。ゆっくりいってみましょう。 B メロいきます。ワンツースリーフォーこんな感じの、パターンです。まあ、たまにそのこの後にどうかな。そうですね。ライブの時だと結構も適当に。って感じでこうめちゃめちゃこうストロークしてるかもしれないですけども、でもまあ基本的にはこんな感じで、この指のゴーストノート多めな感じでいくような塩梅です。でサビに入ると、スラム奏法が入ってきます。このドッツパッツドッツパッツとこの基本のエアビートパターン、基本的にこれを繰り返していくようなイメージです。ちょっとやってみましょう。サビいきます。秋が来るまで感じです。やってみましょう。まずコードは普通の D です。×××0232 普通のオープン D で、その次 E コード普通の E です。022100 0122100で、その次はオープンコードの Cm7th×42100 ×42100で、その次は Fm7th の Add11 2×2200 2×2200Bm7th ×20 ×20230 ×20230 で、その次 E7th 020130で、その次に登っていくところは最初 A コードからスタートです。 ×02220 Bm は ×20230 ×20230で、その次 C ディミニッシュ ×3424×3424× で、その次は Cm7th ×4245× で、また同じように D から E に行って Cm-F♯ で、
で B マイナス7つ E から A に行って A7 バツ2023バツ202バツ02023だ。こんな感じです。ちょっくらゆっくり前半部分を弾いてみましょう。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じです。まあ、このスラム奏法のこの8ビートのパターンステップ、オープン8ビート。が登場するような感じです。で、後半部分も同じように、見つけてもらうと、色のないレパここまで全部一緒です。でその次 D から、こんな感じでコード展開が始まります。 D から E に行って C シャープセブンス×43420×43420でその次は1 ×012×1 ×012×でその次は普通に F シャープマイナス8の A F。こんな感じです。でその次またこの僕を見つめてに関しては B マイナーから E7 進んで A シベルというような内容です。これでサビの完成。ちょっと後半部分を弾いてみましょう。この辺は繰り返して。こんな感じです。で、あとはもうずっと繰り返しです。本曲がずっと繰り返し。これが、まあ、ここまでできれば全曲いけるでしょう。さっきも最初にも言いましたけども、そうね、本当にもう基本的にメコピで、なんかこうスロー再生したりとかして、何回も繰り返したりとかして、ちょっとこうね、動作を見ながらメコピしていただけると幸いでございます。で、最後、ちょっとギターソロ部分なんですけども、これはね、なかなかまた難しいんだ。ちょっとやってみましょう。ギターソロ部分。こんな感じのメロディーなんですけども、何気にこのとか結構ね、すごいめちゃくちゃ難しいんだ、これマジで。ちょっと順番にいきましょう。まずこのラからラシでツをしながらドラシドミで余弦開放を弾いてで。でその次このレにいてあラかまあこんな感じでメロディを弾いて最後6弦の時にこの3弦フレットのシノトを弾くんですけどもでまたハンマリあスライドしてからハンマリングプリングですね。スライドしてからプリングしてハンマリングとともにこっちが入ると。で、その次、このドの音から。で、その次、シノとチョーキング。で、親指でこの B に行きます。で、また6弦開放とともに。これがその前半部分です。ゆっくりいってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。
こんな感じです。でその次の早弾きのセクションは小指でこの11フレット、本当はまあ9フレットって言わなきゃいけないけど、実質11フレットのところです。このドシャープの音、もう本当はレシャープだけど、ここからゆっくりいきましょう。こんな感じの OK です。弾いてプリング、弾くプリング、弾くプリングで、こんな感じのメロディーです。で、プリングをうまく使って、あまりこのピッキングせずに、いきます。で、これを5弦の回復とともに、この親指でツをしながらこうね音を弾かなきゃいけないと、こういうとここのツの音を入れながら人差し指で僕はちょっと軽くちっちゃくダウンストロークをする感じでファの音を弾いてるんですけど、って感じで、次4弦の回をともに、人差し指でこのラノートをキープして、って感じでこのテドゥドゥ、このプリングを使ってこの音をたくさん鳴らしていくと、でラで、ギターソロをまとめていくような感じです。まあこの早弾きのところがやっぱり一番難しいかなって感じです。僕も結構ライブの時に途中でしまうんですけども、まあ、普通にめちゃめちゃ難しいソロかと思います。ソロ部分めちゃめちゃゆっくりやってみましょう。いきます。めちゃめちゃゆっくりいきます。ワンツースリーフォー、こういう時にツと同時にダウンストロークか、この指使いかな、右手のこの指がニュービー弾くが結構大事かもしれないです。OK、 こんな感じの、ギターソロでございます。ちょっと何回も何回も繰り返したりとかしてコピーしてみていただければ幸いでございます。まあ、これが以上、変わらない音の弾き方の、まあ、説明という感じでした。まあ、ちょっとね説明というよりもそのゆっくり見せて、ゆっくりやってこのちょっとこう目コピーしていただくという形になってしまうんですけれども、まあ、本当説明していくともうキリがないくらいのめちゃめちゃ細かい曲なので、ちょっとまあこんなもんでこう探っていただければ、幸いでございます。まあ、幸いね動画だからね、見たいところをたくさん何回も何回も繰り返して見れるので、たくさん目コピーをしていただければ、幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。今回は変わらない歌の弾き方でございました。滝沢勝也でした。ありがとうございます。じゃあね、バイバイ。